皆さんこんにちは。今話題沸騰中のタレント、あのちゃん。独特な話し方とキャラクターですが、恋愛事情も濃いエピソードがたくさんありました。キングヌーのボーカル井口悟さんとあのちゃんが交際していたというのは有名な話ですよね。その意外な組み合わせに驚く人も多かったようですが、お似合いとも言われていました。しかしそんな2人が破局したそうなんです。一体なぜ別れたのでしょうか。今回は井口悟さんとあのちゃんの破局時期、理由やあのちゃんの歴代彼氏についても調べてみました。ぜひ最後までご視聴ください。2023年最新情報で、あのちゃんの歴代彼氏は4人と噂があります。まずあのちゃん歴代彼氏1人目は本郷奏太さん。本郷奏太さんとは2017年に怪獣クラブ空想特撮青春期で共演をしています。共演したことがきっかけで公私ともに仲良くなり、交際しているのではないかと噂されていました。しかし実際に交際している報道などは一切ありませんので、友人関係であったと言えます。あのちゃん歴代彼氏2人目は R 指定マモさんです。2017年にあのちゃんがゆるめるもというアイドルグループで活動していた際に仲良くなったようです。ツイッターではツーショットが投稿されたことでファンの間で噂になりました。しかし2018年にマモさんが結婚したと報告。一方あのちゃんも2019年にゆるめるもを脱退したことから、2人が結婚したという噂が現実になったとも話題に。しかしマモさんが結婚した女性については公表されておらず、あのちゃんがグループを脱退したのも偶然、2人が交際している事実はなく、ただの仲の良い友人関係でした。あのちゃん歴代彼氏3人目は KINGGNU 井口悟さん。2020年4月に半同棲していると報道されています。 SNS をフォローし合っていることや、一緒に映画を見ていた、内向的な性格も似ているといった関係者からの証言もあり、あのちゃんと井口悟さんは SNS で交際を匂わせるような投稿もありましたので、交際していたことは間違いありません。巣ごもりデートが多かったあのちゃんと井口悟さん、外に出たデートは 3km のウォーキングくらいだったといいます。それでも外では距離感が近く、カップルらしい写真をスクープされていました。そんな仲の良かったあのちゃんと井口悟さんですが、現在はすでに破局しています。あのちゃんの歴代彼氏4人目はお笑いコンビ霜降り明星の粗品さんです。粗品さんは2021年7月にあのチャンネルで共演したことで仲良くなったそうです。番組内であのちゃんと粗品さんは共通の趣味ゲームが発覚して一緒にやろうと約束をしていました。その後2021年10月29日に4時間も一緒に食事をしたことが報じられています。食事後は別々で帰宅している姿を確認しているので、実際に交際しているのかは不明です。粗品さんは同棲中の彼女がいると発言していることから、番組の打ち上げで一緒に食事しただけかもしれませんね。あのちゃんの歴代彼氏について調査したところ4名と噂されていました。しかし実際に週刊誌での報道があり、半同棲中と報じられていたのはキングヌーの井口悟さんのみ。そのためキングヌーの井口悟さんとは実際に交際していたと考えてよいかと思いますが、2人はいつ別れたのか気になりますよね。結論からお伝えすると、具体的な時期については不明ですが、2022年7月前後には破局していた可能性が高いかと思います。というのも2022年7月に放送された踊るさんま御殿に出演していたあのちゃん。この時あのちゃんは一人暮らしのエピソードについて話していました。一人での過ごし方や人と会う機会が少ないと話していたことから、この時には破局していた可能性が高そうですね。収録番組であることを考えると、放送時期の約1ヶ月前ぐらいには破局していたかもしれません。ちなみにキングヌー井口悟さんは2023年1月にインスタライブで一般人の女性と交際していることを報告していました。そのこともあり、井口悟さんとあのちゃんはもう破局していることが分かりますが、その破局理由は誹謗中傷が原因だと言われています。井口悟さんとあのちゃんの熱愛発覚後、2人が匂わせをしていたことが話題になり、
それによってひどい誹謗中傷が続いたそうです。そんな気になる2人の匂わせ内容ですが、あのちゃんが SNS に投稿した自宅で撮った写真にタバコが映り込んでいたというもの。あのちゃんは禁煙家ですが、井口悟さんはヘビースモーカーのため、井口悟さんのタバコが映り込んだのではと話題になりました。ただあのちゃんの写真に映り込んだタバコの銘柄はホープです。井口悟さんはセブンスターやアメリカンスピリッツを吸うと言われているので、違う人の可能性もあります。井口悟さんがいろんな銘柄のタバコを吸うのであれば可能性はありそうですね。他にも井口悟さんとあのちゃんは2020年1月20日に映画音楽を見に行ったことをそれぞれの SNS で報告しています。同じ日に同じ映画を見に行ったことからファンの間では匂わせではと話題になっていました。しかも2人の投稿を見たファンから、井口さんと仲良しなのと聞かれると、あのちゃんはおう仲良しちゃんと回答。交際宣言はしていませんが、親密な関係にあることを隠していないと捉えられますね。2020年2月には井口悟さんが着た柄シャツについて、あのちゃんがおいそれとコメント。柄シャツコレクターと呼ばれるほど柄シャツが好きなあのちゃん、井口悟さんの柄シャツもあのちゃんの柄シャツを借りたの、あのちゃんに選んでもらったのではと話題になりました。2020年6月には井口悟さんとあのちゃんがそれぞれのインスタに投稿した部屋の雰囲気が似ていると話題に。しかもあのちゃんのインスタには井口悟さんからのいいねも。これらのことから同棲している部屋で撮ったのではと考えるファンもいたようです。これ以降匂わせ投稿が途絶えたことから2人には破局説が流れていましたが、実際には誹謗中傷がひどく、2人はツイッターを削除する事態にまで発展していました。井口悟さんは数々の誹謗中傷が届いたことで当時のツイッターアカウントを削除。あまりにも誹謗中傷が多かったので、キングヌーの常田大輝さんがファンに呼びかけるような文章をツイッターで投稿。またあのちゃんもツイッターで悪質な誹謗中傷について投稿しています。あのちゃんは井口悟さんとの熱愛報道から2ヶ月後にツイッターの更新を一時的に停止をしていました。誹謗中傷が収まらないことから、お互いのことを考えた上でビッグカップルは破局を選択したと考えられます。そんな2人の現在の恋愛についてですが、あのちゃんは SNS 上では恋愛しているような投稿が一切なく、匂わせと思えるような投稿も見つかりませんでした。キングヌーの井口悟さんの本は現在熱愛中の女性もいることから、あのちゃんとは完全に破局したことが確定しています。あのちゃんの好きなタイプはお金がある人と発言しています。アベマ TV の番組必殺バカリズム地獄へ出演した際、自分の身の回りをお世話して養ってくれる人がいいと発言しています。また歯並びの悪い人が好きというちょっと変わった好みもあるあのちゃん、お金があって養ってくれて歯並びの悪い人、このような男性がいれば交際や結婚などになるかもしれませんが、男性への理想像が高いのでなかなか出会うのが難しいかもしれません。誹謗中傷にも遭ってしまっているので、あのちゃんを心から守ってくれるような素敵な男性と出会って幸せな恋愛をしてほしいですね。皆さんいかがでしたか？最後まで動画をご視聴いただきありがとうございました。コメントを残してくれると嬉しいです。チャンネル登録、高評価もよろしくお願いします。それではまた。Music Licensing Reimagined.